星川さら、シャイニングデイ良かったです。さらちゃんのライブめちゃめちゃ良かったな。ソロライブ本当になんか泣いちゃったもん、最後お手紙読んでるところでポロポロポロ。ちなみにね、一緒に歌った曲も DJ で流していただいてありがとうございますですね。いやー良かったな、いいライブだった。マジでサラちゃんすごいからな、本当に尊敬してる。なんか人のことを楽しませる力がすごい、サラちゃんって。で、あとなんか目を引くんだよね、サラちゃんって。なんか日常のふとした瞬間にふと目を引きつけられることが多い。すごいなと思う。星川サラを推してる人はきっと幸せだろうなって思いながら見てた。いやマジで一番星の生まれ変わりなんよ。いやほんま輝く一番星よ。あとあれでな、めちゃめちゃ友達思いなのがいいよね。サラちゃんのアイドルのカバーめちゃめちゃ聞いてる。すごいいい。なんかあれ見てるとやっぱ自分のリスナーのこと幸せに、私も幸せにできてるかなってこう胸に手を当てて考える時間になるの。あとサラちゃんになんやったっけ、あのバカポジティブじゃんって言われた。あのなんかだってスコちゃんダメなとこある、掃除ができないぐらいじゃないって言われたから、掃除できないのはチャームポイントだよって言ったら、バカポジティブじゃねえかって言われてさ。